トレックス、トロピカル、セルピコ、イ・レイのダブルネーム、ミラーダイヤル、オイスターパーペチュアル、RF1007。エンジンターンドベゼル、ヴィンテージ3連カシメブレス仕様です。1959年製造、 CAL1560 搭載モデル。ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアル、自動巻きのヴィンテージモデルです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した3大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。このベーシックモデルは、当時のロレックスの技術と先進性を語る傑作です。このモデルは、REF1007、エンジンターンドベゼルのモデルです。飛行機のエンジンを模したといわれる、エンジンターンドベゼルはその精悍さから非常に人気が高く、多くのファンに愛されています。ダイヤルはミラーブラックダイヤルで、経年変化によってブラウンカラーに変化した大変希少な文字盤です。インデックスはアプライトのくさび型、ドルフィンバーハンドとのコンビネーションは視認性も良く、飽きのこない端正なフェイスです。ダイヤルトップのクラウンは1950年代の無骨なタイプ、ロレックスのロゴもアプライト仕様です。ロゴ下にあるセルピコ・イ・レイノは南米ベネズエラの老舗宝飾店で、大手ロレックス販売代理店で希少なダブルネーム仕様となっています。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1560、精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作と名高いムーブメントです。リューズはロレックスのクラウンリューズ。ブレスレットはロレックスの3連カシメブレス、巻き盤タイプのシンプルなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。大変希少な所有欲を満たすヴィンテージロレックスです。コンディション、スクリューリューズ、自動巻き、手巻きも可能です。ローターの回転、リューズの巻き上げ感も軽快で、精度も問題ありません。ダイヤルはミラーの光沢は失われ、ブラウンカラーの大変魅力的な変化をしています。ケースは経年の小傷がありますが、打ち傷などはありません。ブレスレットは3連巻き込みブレス、 REF7835-19、FF361-12個が、最大19cm 前後です。すれと小傷、やや伸びがあります。付属品、本体のみで付属品はありません。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかもしれません。ラグ幅 19mm、 ケース径は約 34mm、 リューズ含まず、縦ラグ端からラグ端まで約 39.5mm、厚さ約 12mm のメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また
お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。